皆さんこんにちは、せいかです。今日はこのねメイクオンっていう美顔器のねレビューをねしていこうかなと思うんですけど、しっかり1週間使わさせていただきました。ぶっちゃけこういう美顔器って1日2日やったとしてもそんなに変わらないっていうか、やっぱり美はね1日にしてならずかなと思っているので、ちょっとね私はこんな感じで1週間徹底的に使わさせていただきました。顔用と目元用があるんですけど、2つのね使い方もちょっとねご紹介できたらなと思います。まずは1週間前の私の肌の状態はこんな感じです。やばくない？なんでこんなに毛穴出ちゃったりとか切れ物あるのって話なんですけど、もうねこれはね花粉、本当に私ね花粉症ひどすぎて、もちろん目もね鼻も痒くなったりとかするんだけど、プラスね肌荒れもしてきます。どんなにね普段スキンケア頑張ったとしても、この季節の変わり目と花粉には本当に勝てない。もうねそれはねしょうがないかなって思うんですけど、このね肌荒れをどんどんね放置して肌がねもっと悪くなったらやだなって思うし、やっぱりさメイクするときに肌荒れしてると本当に気分が落ちるというか、もうそういうのも嫌だったので、ちょっとね今回はこのメイクオンにね力を借りたいかなと思います。でこれはね9点でゲットしました。3月1日から3月9日までね目変わりやっているので、最後の方にもちらっとご紹介させていただくので、すいませんねなんか冒頭長くて、1週間ね徹底的にレビューしていこうと思うので、最後までね見ていただけたら嬉しいかなと思います。はい、初日の夜で早速ねこれ使っていこうと思います。で割と操作が簡単って書いてあったので、ちょっとでそれも試したいなと思うんですけど、まず最初は肌診断、今自分に何が足りてないかっていうのをそれも測定してくれるみたいです。水分、ツヤ、弾力、この3つが足りてないかを測定してくれて、おすすめなモードを選択してくれるみたいです。まず長押ししてこの白いやつで肌につける。黄色はツヤが足りないので、今日はこのツヤモードで美顔器やっていこうと思います。このね美顔器は、ね、水分多めなクリームと相性がいいみたいで、このね韓国の水分クリームを使って今日は美顔器やっていこうと思います。結構ねたっぷりめに塗った方がいいみたいです。この化粧水乳液使ってくださいとか指定はないので、自分が持ってる肌に合うスキンケアで美顔器できるから、こういうところもいいなと思ったんですよね。めっちゃちっちゃくない？うわすごい、ジッジ言ってる。えすごい。でこれさ話すと止まるんだね。いい、1日3分やればいいみたい。3分って変わるんだね、すごくない？大体の美顔器って1日最低5分やんなきゃいけないとかあるけど、これは3分でいいらしい。であともう一つのモードは敏感ってあるんですけど、これは水分、ツヤ、弾力、この3つが低刺激でケアできる。おすすめのモードでやってもいいけど、普通に今日は自分が乾燥してるなとか思ったら水分ケアとか、それも自由に選択できる。もう終わった、早っ。3分でこれヘッドが滑らかだから、こうやって使い終わったら表面拭くだけでケアは OK みたい。あすごい、結構たっぷりクリーム塗ったのに肌に浸透した気がする。でこの上から普通にスキンケアをすればいいみたいです。水分が足りてないので今日は水分モードでやっていきます。で皮膚はもうね強くね引っ張っちゃうとシワになるので、もう本当にこの優しく美顔器を添えて滑らせるっていう、こうやって下から上にね上げていくイメージでやります。終わった、もう終わった、3分終わりました。うん、やっぱね昨日も思ったけど、しっかりこう肌に浸透してくれるなっていうのはめちゃくちゃ今日も改めて思いました。ではまた明日。おはようございます。今日はこれからね YouTube を撮ろうと思うので、今日は朝からちょっとねこの美顔器使っていこうと思います。赤は弾力
今日は朝弾力モードをやります。あとなんか口コミによるとこの美顔器を朝やることによって化粧のりもすごい良くなる。今日はちょっとメイクするとき楽しみだなと思います。はい、終わり。早いね。はい、こんな感じで朝の美顔器終了です。化粧水とかがめちゃくちゃ浸透するので確かに化粧のりは良くなりそう。今日はパックを今してて、今日の私の気分的にはハリ？顔にハリが欲しいなと思って、でボタンを押せば赤は弾力モードなので、弾力モードで今日は肌ケアをしていこうと思います。はい、おしまーい。なんかやっぱね、3分だとなんか自分的に物足りないかなと思って、もうちょっとやろうかなと思うんですけど、そのぐらいの方が私は続くと思うので、今日の美顔器をおしまーい。まずは肌診断。水色、水分だって。今日水分足りてないので水分モードやっていきます。なんか花粉とかのなんか白ニキビの方が結構なんて言うんだろうな、頑固だったりしません？今日は目元のケアもやります。終わりました。次は目元のケアやっていきます。レベル3マックスで当てていきます。やっぱね、美顔器とかって私思うんですけど、やっぱ1日2日じゃ効果わかんないと思うんです。メイクオンの美顔器は1日ほんと3分とかでいいから、マジで毎日続けやすい。あ、終わった。なんかこれはね、3分終わったらピピピってなんない感じだね。終わったらもう即終了みたいな感じ。お知らせはない。バイバーイ。一番パックをしながら美顔器するっていうのが結構ね、肌の調子が良くなるので、今日もやっていきます。今日は私個人的にドラマの撮影が結構ね、3日間ぐらい続いているので、ちょっとね、肌のツヤがなくなってきたなと思ったので、今日は夜はツヤモードをやっていきます。黄色のツヤモード。はい、おしまーい。やっぱりね、こうやって首とか肩のね、老廃物も流した方がいいと思うので、このローラーでこうやってゴリゴリゴリって流していきます。流すついでに肩こりマッサージ。気持ちいい。これいいね、気持ちいいわ。よし、これで今日のケアはおしまい。はい、最終日もね、しっかり美顔器使っていきます。なぜかわかんないんですけど、最終日だけ私喋ってないんですよね。多分朝だから頭回ってなかったのかな。今日は顔用と目元用2つ使っていきます。本当にメイクオンは操作が簡単なので、機械が苦手っていう方でも使えると思います。あんまりね、たくさんのモードがね、ついているわけではないので、本当に操作はね、すごいしやすいかなと思います。朝って目がむくんでたりとかするじゃないですか。そういう時に目元用のね、美顔器を使ってあげるとヘッドがあったかくなるので、とっても気持ちいいし、目のね、むくみも簡単にね、取ることができました。はい、どうだったでしょうか。結構ね、1週間前と1週間後じゃね、かなり肌の状態違うんじゃないかなと思いました。ぶっちゃけ最初はすごいちっちゃすぎて本当に効くのかなっていうのが正直あったんですけど、それにね、裏切られましたね。まあ軽いから持ち運びも楽だし、なんせね、あとね、3分で終わっちゃうっていうのがズボラな私でもね、続けられちゃうなと思いました。で、この美顔器はね、9点の中のアモーレパシフィックっていうところでゲットできるそうです。年4回のね、目代わりキャンペーンはね、かなりお得にお買い物できて、キャッシュバックキャンペーンもあるそうです。で、期間は3月1日から3月9日までなので、ぜひね、まあ、概要欄にも貼っとくので、ぜひね、チェックしていただけたらなと思います。皆さん最後まで見てくださってありがとうございます。あとね、コメントも本当にね、たくさんいつもいただいて本当に嬉しく思っています。ありがとうございます。ではね、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。